こんばんは、ゆきまるチャンネルです。パチ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 、キラキラキラー。あら、いつもと違う展開ですね。はいはい今日はですね、ちょっとね、あおめちゃんからもらい物があるとのことなんですけど、激しいな、相変わらず。はい、今こちらに見えてる、はい、こちら、はい、これパパさんの、あ、はい、私のも、あのタンブラーですね。これ私欲しかったんです。あ、ずっと言ってたもんね、うん、この間もね、あの港未来で入って、はい、黒しか売ってなくて、うん、でちょっと黒はちょっと嫌だったんですね、はい、で他の色欲しいなと思ってた矢先に届きました、はい、あおめちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、視聴者さんのあおめちゃんですね。はい、そうです。あのいつもコメントをくださる方で。そうなんです。今回ですね、はい、お送りいただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。パパさんとね、はい、早速ね、そう、早速ね、今日、はい、スタバに行って、はい、使ってこれがあると22円引きになるんですよね、はいはいはい、でお得に、カフェラテを作ってもらいました。で、あのなんかね、これトールサイズなんですけど、氷を少なめにするとワンランク上のグランデサイズも買えるとのことで、うん、でちょっと僕試してみたんですけど、うん、氷少なめのミルク多めにしても蓋は閉まらないけど入りますよ、ミルク多めのカスタマイズでも、というふうに聞きましたので、はい、入れてもらいました、はい、で実際ほら最初一口飲むじゃないですか、うん、一口飲んだらもう蓋閉まるんですよ、そのまま。うーん、だからミルク多めでも、僕はいつものミルク多めにするんで。苦いのも嫌なんでしょ。いやいや、そんなことないです。苦いのもやっぱ大人の味じゃないですか。お子ちゃまだから。出た、すぐそうやってでこれなんかすごい見た目がいいじゃないですか。普通になんかあの紙カップ買ったみたいなさ、うん、見た目してんじゃん、うん、おしゃれですよおしゃれ紙カップいや、なんか見た目紙カップっぽくない。あ、洗練されてますよ。はい、本当ね、あのよくスタバには行くので嬉しいですね。そう、あの僕らね、本当、うん、出かけるところにスタバがあったらつい入ってしまうっていうようなお金の、ね、使い方は良くないと僕は思うんですけど、パパさんはあのモバイルオーダーにハマっててこう行くじゃないですか。でもいつの間にか注文してるんですよそうで、帰りにあ、ちょっと寄ってくって言ってもうさっと持ってくるみたいな。そう、ちょっとなんかスマートな感じ。そういうところはね、あの紳士だわね、うん、そういうとこだけでしょ、うん、あ、うんって言っちゃった怖い、はい、で、何が言いたかったかというと、今日行ったらなんと私の好きな桃のフラペチーノが7月の14日14だっけ、違った、13とかじゃなかったっけ、あれ嘘あれ違った、ちょっと待って、写真撮ってきたから、はい、とりあえずね、桃のフラペチーノママさんが例年すごい大好きで、一回ね、はい、すごいハマったんだよね。そうで、しばらくなかったんだよね。何回も飲んだで、ついに今年13だった、間違えた。13でしょ、はい、13嬉しい、桃が出ますということで。桃だよ、桃です。ね、なんか皆さんやっぱりこのテンション上がる飲み物とかってあると思うんですよ。僕もそうなんですけど、ちょっと息抜きにカフェに行ってね、仕事しようということもありますし、うん、その時にやっぱり入るっていうのは結構スタバが多いんですよ。 Wi-Fi が取れたりして、まあ、電源も取れると、すごい作業しやすい、うん、で僕みたいにずっと家で作業している人っていうのは、一旦外で作業すると意外とアイデアが出てはかどることがとても多いんですよ、うん、で結構ママさんも仕事行く前に、まあ、なんかテンション上げる飲み物とかってあるじゃない。ローソンです。はい、ローソンのアイスカフェラテ、アイスカフェラテです。という感じに、まあ、皆さんね、いろいろテンション上がる飲み物あると思うんですけど、どうですか皆さん、そういうなんかルーティン化してるものもあると思うんですけど、うん、それでスイッチが入るんだったらね、まあね、いいよね、安い投資だとは思うんですけど、うん、まあ何せね、積み重なると結構な金額になるんで僕はね、あんまり行っちゃいけないなって思いつつ、出かけるとつい買っちゃうんですけど。まあでも分かれますよね、タリーズかスタバか、はい、あ、そうなの、分かれるの、うん、どっち派なんだろうみんな。ああああああ、キちゃんそっち行っちゃった。あ、すごい、なんだその歩き方飛び跳ねる何
その歩き方面白かったね今。なんか入り巻きトカゲみたいな。そのシーン捉えられなかったのが残念だ。まあ、駅マルシェもね、まあ、飲み物でテンション上がるっていうのはあんまりないんですけど、食べ物ね。彼はね、くるみですね。うん、くるみとかがね、すごい上がりますね。くるみが入ってた器をね、今日全部洗っちゃったんですね。はい。入ってません。でも絶対中に入ってるのね。分かってる感じですね。乾かしたらね、入れましょう。いやすごいね、最近駅マルくんのこの運動能力の向上。上げろって。でもね、こういう時ほら興奮してるから、はい、パパさんの足の方がいいよ。いいですか。はい、どうぞ。だめだ、来てくれない。足リフト来てくれました。はい。そしてママさんは近くに来てくれないと。だって興奮してるから。ほら狙ってる。いやでも最近こういうなんかいろいろものをいただいたり、コメントでも結構なんかつながりを感じる部分って増えてきたじゃないですか。前にゆきまるくんを買ったきっかけ、買うきっかけになったのって浅溝公園、相模原にある木場炭か、僕が行った時には木場炭がいて、その子と触れ合ったことで、あ、これは将来隣にオウムさんがいるぞっていうのをね、もうそこで発覚したんですよ。僕のもう因果の逆転。因果の逆転。あ、そう、あ、もう、ああれ未来にオウムいるじゃん、未来にオウムがいるからもう買ったっていう、なんか因果の法則を逆転した状態だったんですけど、買いたいから買うじゃなくて、いたから買ったっていうね。いたから買った。あ、そうそうそう。じゃあさくらも一緒か。そうそうそう、日産のね。結構コメントで来るんですよね。そう、あのインスタの方でもつながった、まゆみさんのお宅も、はい、浅溝公園の木場炭を見て買うきっかけになったってコメントにありましたね。結構じゃあやっぱりあそこで触れ合ってる方がいるってことですよね。やっぱ鳥好きの人は行くんじゃないんですか。オカメインコとかたくさんいたもん、また涼しくなったら行きたいですね。りーちゃん連れて行けるのかな。どうなんだろう。なんかルリコンゴインコとかもいたよね。あ、いたいたいた。結構な声で叫んでたけど、オカメちゃんが本当ね結構いた記憶が、多かったよね。いや相模原ね、意外と遠いんですよ。相模原、あ、遠い。どれぐらいかね、車で。どんぐらいだったっけ。結構距離あったよね。まあでもね、きっかけがね、どこのお宅でもあると思うから。最近はね、ゆきまるチャンネルの露出も増えてきているようなので、ショートでゆきまるくん見てますみたいな感じのね、コメントが来たりとかするんですよね。そうで、買いたいですとかね、買いたいけどやっぱりね、あの大型買えないとかね、いろんな方がいらっしゃるから。でしかも今大白オウムだとなんかすごい値上がりしてるらしいじゃないですか。100万ぐらいするみたいな。売ってないみたいだよね、聞くと。あ、将来的には多分もう手に入らないと思うけどね。行きまるし、そうなったらレアで。レアオウム。それでなくてもレアですから彼は。まあそうだね。たまに犬っぽいって言われてるから。犬になったり鳥になったり人間になったりね、忙しいね、りーちゃんはね。あと、あの最近あのコメントで質問があるんですけど、プレゼントのね、送り先、プレゼントをりーちゃんに送りたいんですけど、あのどこに送ったらいいんですかとありますよね。なので、あのパパさんが概要欄に、載せてるので、そちらをちょっとチェックしていただけたらなと思います。あの匿名でお送りできる匿名配送のシステムを使っておりますので、事務所のサービス自体でうちに匿名で直接届くものがありますので、ぜひね、もしゆきまるくんにこれあげたいっていうのがあったらお送りいただければ、そのまま動画で紹介させていただきますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということでお願いします。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。はい、各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok のフォローもよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。